ヒロキさんジャニーズ問題についてご意見お願いします高校主が撤退がついてますがテレビカーからも聞きますかね報酬を事務所が1年間取らずに本人は出すと発表してましたがクライアント広告主が引いた後にあの多分難しくなるのがあのスポットの cm を流しづらくなるんですよね例えばじゃあえっ、ー、と僕がじゃあなんかあのトヨタ自動車の偉い人ですでなんかジャニーズを使いたくないですって言ってる時になんかとりあえずあの この番組の冠スポンサーっていう形じゃなくてそのテレビ局の中にとりあえず CM 出しといてくださいじゃあ1億円分 CM 出しといてねっていう発注をするのがあるんですけどでそこの CM が割り振られた先がジャニーズが出てる番組だった時にクレームを入れられる可能性があるんですよね。 その他のクライアントが降りてるようなジャニーズの番組に俺の会社の CM 流し上がってふざけんなっていう風にテレビ局が言われる可能性があってっていうのを含めて多分テレビ局はジャニーズの番組すげえやりづらくなると思うんですよ。はその、まあ 例えばじゃあモスバーガーさんなら大丈夫だろうと思って出したらもうモスバーガー使えませんみたいなことを突然3日後に言われたりするわけでそうするとどのクライアントの CM をジャニーズの番組に出していいのかがマジで分かんないっていう状態になっちゃうと思うんですよねなのでそうすると番組編成側としてジャニーズの冠番組作るっていうのを例えばじゃあジャニーズの冠番組作りたいですっていう人が出てきた時に今はやめといた方がいいんじゃねっていう意見の方が多分多数派になっちゃうと思うんですよ なので結果としてそのクライアントがその乗るならないっていうのがもう始まっちゃった以上は多分ジャニーズの冠番組が新しく作られるっていうのはテレビ東京以外はないんじゃないかなと思います。テレビ東京バカだからやるんじゃないかなっていう。ね、はい。 で、報酬を事務所が1年間取らずに本人渡すって発表してたからなんですけど、その、じゃあ、報酬の額が本当にいくらなのかって誰もわかんないですよね。なので、そこはこう、言い値いになっちゃうだろうなっていうのと、あと、そもそも、あの、被害者をなんか、助けるという方が先なんじゃないかなと僕は思うので、その、今のギャラの話じゃなくて、被害者支援の話をちゃんと出せばいいんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。